八丈島は伊豆諸島の火山島で日本の気象庁によると火山活動ドランクシーの活火山である。隣の八丈小島と区別するため八丈本島もしくは八丈大島と呼ばれることもある。東京都心から港 287km の海上にあり行政区分は東京都八丈町であるが国政選挙など一部の行政は品川区が行っており、 自動車の登録も品川ナンバーである。草やアシタバ、ハイビスカス、島城中が特産品で、九百六十四年には、富士箱根伊豆国立公園に指定された。東京都の本州東側地域の南方海上二百八十七キロメートル、三倉島の南南東方、約七十五キロメートルにあり、東山と西山の二つの火山が接合した北西、南東十四キロメートル。 北東南西7 5キロメートルの氷端型をした島。面積は山手線の内側とほぼ同じ。羽田空港から飛行機で片道55分で行けることと沖縄と比べても安価な旅費で住むため手軽なリゾート地として親しまれている。地形図上が西山右が東山富士火山帯に属する火山島で、東山は約10万年前から約3700年前まで。 活動し、約4万年前にカメソウの美火砕流、鴨川火砕流を噴出した噴火で山頂。関心与内では、約4000年前と、約 6, 6、6000年前に、規模の大きな噴火が発生している。最終噴火は、有史以前であり、歴史記録上の噴火はない。西山は、数千年前から活動を始めた新しい火山で、山頂に、直径約500メートルの火口がある。 1487年12月、1518年2月、1522年から1523年、1605年10月、1606年1月に噴火が記録されており、特に1606年の記録には海底噴火によって火山島ができたとされる。なお、最後の噴火の記録については1605年と言われたり1606年と言われたり、 多くの資料において統一がされておらず、また、八丈島市などには、最後の噴火を、富士山宝永噴火の1707年とする説もある。ただし、これについては伝聞などによる、記録のため信憑性に疑問が残されている。東山と西山の間にある定地には、20以上の川火山があり、海岸近くには上富山などのマグマ水、蒸気爆発による火災球がある。 17世紀までに数回活動した記録があるが、規模は大きくなかったと考えられている。気候は暖流である黒潮の影響を受け、欠片の気候区分でいうところの温暖湿潤気候となっている。年平均気温は摂氏17.8度となっており、高温多湿。年間を通して風が強く、雨が多いのが特徴。そのため、と春の島とも言われている。なお、 雪は全く降らないというわけではなく数年に一度の頻度で降る。東京都心からはるか南に存在するため常夏のイメージを持たれているが、八丈島の井戸は大分県大分市とほとんど同じであるため、ハワイや沖縄よりもはるかに高井戸になり、常夏とは言い難い環境となっている。それでも日本で海外渡航が自由化された1964年においては、 ハワイ旅行が当時の国家国務院大卒初任給の19倍となる36万4千円と非常に敷居が高かったためハワイの代替として旅行先に選ばれることが多かった考古学的には縄文時代に人が住んでいたことが湯浜遺跡やクラディ遺跡から確認されている律令制度においては東海道駿河国に当初含まれていた 平安時代に伊豆大島へ流罪となった源のためともが捕来し、八丈古島で自害した伝説が残っている。しかし、諸子であった二郎丸は生き延びの地に、源の頼朝より戦での功績として、八丈島を領地として賜り、それから約千年、源、ためともの子孫が暮らし続けていると言われている。八丈島の公式なる人間一号は、 慶長五年関ヶ原の戦いに、西軍、石田三成方に属した、浮田秀家である。秀家の子孫は、秀家の正室であった、郷姫の実家である、加賀藩前田氏の援助を受けながら、数家に分かれて存続し、明治維新後の1869年に至って、ようやく斜面された。斜面と同時に、直系の者は島を離れて、板橋宿の加賀藩家屋敷跡に土地を与えられて、 移住した。数年後には島へ戻った子孫の家系が、現在も、秀家の墓を守っている。最後の留人は、北方探検で知られる旗本、近藤十蔵の嫡男、近藤富蔵である。1826年に殺人を犯して、八丈島に遠島となり50年以上もの間、島で留人としての日々を送った。1880年に、ようやく明治政府により斜面。 彼がルニン生活の間に記した八条実記は島の研究の資料として東京都文化財に指定されている。しかしこの八条実記には検証してみると島に残されている他の資料との相違点がいくつもあり、島の歴史を語る資料としては不適切であると唱えるものもいる。また、吉村明の漂流は野村長平ら鳥島への漂着者を題材にした小説だが、 彼らが青ヶ島を経由して生還した地が八丈島であり、五花村四千戸が地域人を中心に統治され、本土との連絡も緊密な様子が終盤に描写されている。江戸時代にはたびたび飢饉にさらされ、特に明和年間の大飢饉では島全体で多くの餓死者が出たが、その中でも中の豪村内では実に733人の餓死者が発生。 生き残ったのは400人足らずであった。この悲劇を伝える名脇金合社名福の日が中野郷地区に存在する。1947年7月、安井誠一郎都知事が島内を視察。ヤギの導入や開墾を伴う入植計画、サメ用などの産業振興を提案。島は今に東京の宝島になるとして持ち上げた。集落間で水争いや 集落の教会の揉め事を竹槍で争う実験も起きた。この対立は明治時代以降も峰村と大河合村との間に遺恨として残り、第二次世界大戦後も高校の誘致や中学校の建設などで競合が起こった。1954年昭和の大合併の中、先行して峰村が八丈村へ合流すると、大河合村は最後まで合流に抵抗を示した。 戦後の八丈島は観光産業が発達し、1960年代には海外旅行と比較して安価であることと、温和な気候から首都圏からの新婚旅行先としても人気が高かった。当時の八丈島は庶民の間で日本のハワイと呼ばれていた。海外旅行の制限が廃止され、海外旅行が安価になり、本物のハワイが身近になった1970年代以降、 観光客の入り込み数は減少傾向にある。ただし現在でも観光が島にとって重要産業であることに変わりはない。島には廃墟化した当時の巨大ホテルが取り壊されずに残っており、当時の繁栄がうかがえる。現在営業している主要なホテルとしては、リードパークリゾート八丈島、八丈ビューホテル、リゾートシーピロス、民宿として、船味層、ガーデン層などがある。 釣り人用の宿として、木菊などもある。1971年、八条富士を周回する都道の拡幅が用地を地元が無償提供する条件で計画された。用地交渉にあたって、地権者を調査すると1960年代のうちに土地の多くが売り払われており、400人の地権者の7割近くが当該者であったとの記録が残る。1972年、 当該の業者の手により、ストリップ劇場が建設され始めたことが発覚。当内では、市民団体、八丈島の明るい環境を守る会が、当該では、東京都地域婦人団体連盟などが強い反対、運動を展開。八丈町役場側も水道水の給水を拒否する条例案を準備して対抗した。かつては、映画館やゲームセンターなど、 多数の娯楽施設も存在した。現在もパチンコ店、ボーリング場、カラオケ店、ゴルフ場などが細々と営業を続けているが、いずれも本州と比較して古びておりスケールも小さいものばかりである。また、現代に至るまで全日食チェーンや山と海を除いて、本州にあるような大手資本による店舗やサービスが一切ないため、夜間営業を行わない。 個人営業の店で買い物をするしかなく、深夜には買い物自体ができない状況となっている。生活面で不便な反面、島民による自給自足が不可欠となり、地元の伝統的な素材を用いているため、健康的でもある。2020年、例年になく下記の海水温が高い状態が続き、底国地海水浴場を代表とする産後礁が発火する事態が起きた。 それから約半年の2021年5月現在、徐々に回復に向かっている様子が、現地ダイバーによって確認されている。太平洋戦争の際には、連合軍の南方からの侵攻に備えるべく、小笠原諸島が陥落した際の次なる防衛拠点とされていた。1945年春時点では、民間人口を大きく上回る、大日本帝国陸軍、 海軍の守備隊が配置されていた。以下はその一覧である。現在も島内に残る海軍通信隊のものと言われるコンクリート号東日本では唯一の回転基地も作られた。島の主要港である底土港の近くにはその回転の格納号が残されており、内部には戦後の爆破処理による回転本体の破片が今も壁に突き刺さっている。 1944年7月以降、島民の本土疎開が進められて、人口の7割にあたる5853人が、外国人疎開地に指定されていた長野県、軽井沢町などに疎開したが、その途中で疎開船、東高丸が、アメリカ海軍の潜水艦、シードックに撃沈されて、島民約60人を含む149人が、死亡する事件も起きた。 この事件をきっかけに、どうせ死ぬのなら故郷の島でと、内地への疎開を拒む島民が数多くいたと言われている。島は空襲にもしばしばさらされ、滑走路や周辺施設への機銃走射や爆弾投下により、守備隊側の選手は数十名生じ、長楽寺への直撃弾など民間人の犠牲者として11人が死傷した。 終戦後の昭和20年8月24日、野戦中砲兵部隊の藤井大隊長の葬式のもと、島のあらゆる箇所の砲台で実弾を用いて、砲兵隊集中射撃として、大規模な射撃演習を行った。三原山腹から八条藤井山麓に向かって行われ、合合たる砲弾の発射音、飛行音、炸裂音は、真昼の夏空にこだまして、 配線の鬱憤を晴らさんとするかのようであったという。人的損害があっては困るので、射撃方向には相当な気を使ったという。なお、島の目、並べたちは、せめてこの砲撃を、一度でも敵に向かって撃たせて、やりたかったと嘆いたという。結局、八条寺までの地上戦闘は起こらなかったものの、防衛道路や、鉄壁山などに防衛拠点化の跡が残っている。また、 医王島の戦いの教訓を生かし、より強固で複雑に作られた洞窟陣地や司令部号が三原山や神富山など島の至るところに現在も残されており、島の小学校や中学校では平和学習の一環として号の入り口を見学することがある。過去には洞窟陣地内で転落による死亡事故も発生していることや大半が私有地であるため、 無断の立ち入りは禁止されている。上代東国方言の名残を残している。独自の八丈方言を使用している。八丈島の方言はルニンによって伝えられたものも多くあるが、国から来た天上人、浮北秀家ら手術の影響も強く残る。その多くは、公家言葉を忍ばせるが、旧書領であった岡山の方言に通ずるものも少なくない。2009年。 国際連合教育科学文化機関から危機に瀕する言語と指定された。現在、本土との往来の手段として羽田空港からの航空路、もしくは竹芝三橋からの回路となっている。いずれも毎日運航しているが、台風などの好転により連続して欠航することもある。現在、全日本空輸が羽田空港との直行便を1日3便運航している。 しかし2020年12月現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴う減便の影響を受け2便しか運航しない日もあるので注意が必要。大島空港経由便は利用低迷を理由に2009年9月末で廃止され、羽田との便は1便減便された形となった。2020年現在の使用機材はボーイング737から70万800型や、 エアバス A320 といった単通路機である。かつてはエアー日本が YS-11 ボーイング737から200、400、500型機を運航していた。なお、ボーイング737から400型機の愛称はアイランドドルフィンで八丈島路線のためにリース導入された機体であった。機体側面にイルカが描かれているのが特徴だった。 また、2005年10月より、東京国際空港線の運賃1割値下げを公約した八丈町長の浅沼道則の,の念願が、かない、同年上期には片道あたり12,250から13,050円だった。運賃が条件付きで、片道あたり1200円まで引き下げられた。条件は、半年間で1万人以上の利用者像というもので、 あったが、これを達成し2006年4月以降も値下げ継続となった。その後は、運賃の改定を繰り返して、2017年春、ダイヤ現在は、往復運賃の片道あたりの運賃は14,900から15,000円となっている。2017年9月1日からは、有人国境離島法により、航空運賃の軽減措置が実施されることとなり、2017年春、 ダイヤから往復運賃の片道あたりの運賃は14,900から15,000円であるところが、八条町に住民登録をしている場合は片道13,790円まで軽減されることとなった。通称、I、iKIP2020 年の新型コロナウイルス感染拡大に伴う減便の影響も受けており、一時期は3便あるうちの2つの便が欠航という時期もあった。 これにより、郵便や宅配便の配送日数にも影響が出た。伊豆諸島を結ぶヘリコミューターである東京アイランドシャトルの拠点となっており、青ヶ島及び三倉島への路線が運行されている。そこ土港と八丈富士東海汽船が貨客船、サルビア丸や立花丸を、伊豆七島海運が貨物船を定期運行している。 主に島北東部の底土地へ着岸するが、敷地で使用できないときは南西部の八重根港へ着岸することもある。竹芝三橋と小笠原諸島の父島間にテクノスーパーライナーが就航した場合に、小笠原丸を竹芝八丈島航路向けに転用するという計画があった。しかし2005年、小笠原航路へのテクノスーパーライナー導入計画そのものが、 折からの原油価格高騰で廃止された。さらに、これを受けて、東京都が大対策として、父島での空港建設の検討を進めており、小が、沢原丸の八丈島航路転用計画は、実質、頓挫した状態になっている。温泉施設も多く入浴料も安いため、温泉目的で訪れる旅行客も多い。火山島のため、溶岩を主体とした。 荒々しい岩場の海岸が多く、砂浜の海岸は少ない。唯一砂浜がある。そこ土海水浴場が最も人気であり、他は関心すらおらず換算としている。路地栽培される新郎屋市。2017年11月八条島峰地区。離島が舞台になっている映画やドラマのロケ地として使われることがたびたびあり、主な作品に映画、処刑の島。 サイレン・ホービドゥン・セイレーン、バトル・ロワイヤル、トリック・劇場版に、ルニン、今日も嫌がらせ弁当、CM に、ペプシコーラ、桃太郎編、乳酸菌ショコラなどがある。作曲家のイクマは、この島の風土を機に、入り、1963年に別荘を建設し、毎年長期間にわたり滞在していた。八丈寺までの出来事は、連載随筆、パイプの煙などで記され、 広く知られている。没後もダンの名を被せたコンサートが開かれるなど、八丈島との縁は深い。2015年頃から11月から4月頃になると、周辺海域にザト踏クジラが出現するようになり、陸からでもブローやブリーチングが十分に目視できることも少なくない。小笠原諸島よりも気軽に行けるホエールウォッチングの場として、島の内外へ、 徐々に知名度が上がっている。また、東京海洋大学などの研究チームもシーズンになると、島に訪れ漁船などを用いて分布調査を行っている。ありがとうございます。